皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はお客様からの質問にお答えをしたいなと思ってます。クレアチンについての質問なんですけども、クレアチンについて質問があります。長期間サプリで摂取していると自身の体内で作る力が弱くなり健康を害することがあると聞いたことがあるのですが、それは事実だとするとどのくらいの期間摂取すると自身の体内で作る力が弱くなるのですか。また一定期間摂取を休止すると良いのでしょうか。クレアチンを取り入れようと思うのですが詳しく知りたいです、ということでですね、クレアチンの摂取を続けると体内で作る働きが衰えてしまうのかどうか、でどういう風な摂取方法がいいのかということについて、お答えをしていきたいなと思います。クレアチンについて、簡単に説明をさせていただくんですけども、クレアチンですね、プロテインに次ぐ筋トレ愛好家の中では人気のサプリメント、筋力を向上させたりとかですね、筋肉量の増加にですね効果的だと言われているサプリメントです。数あるサプリメントの中でも効果がありますよという研究結果が数多く出ていて、根拠がしっかりしているということで、いろんな方にですね効果が期待できるんじゃないかと言われている人気のサプリメントなので、クレアチン取ってるよという方とか取ったことがあるという方たくさんいらっしゃると思うんですけども、このクレアチンというのは体内でも合成されています。なので普通に生活する分にはクレアチンが不足するっていうことは、まずないんですけども、激しい運動をしている方の場合、そのエネルギーをですね作る段階でクレアチンが消費されていくので、クレアチンがこう不足気味になってしまってパフォーマンスが落ちてしまうという可能性があるので、サプリメントでしっかり補うことでパフォーマンスを上げることが期待できるということで、サプリメントからこう摂取するっていうのを推奨してはいるんですけども、この質問者さんがおっしゃるように、クレアチンを外からですねサプリでどんどん取ってると、常にですね体の中にクレアチンがたくさんある状態なんで、体の中で合成しなくてもいいんじゃないかっていう風に体が判断をして、自分の体の中でクレアチンを作らなくなるんじゃないかっていう風に言っている人もいたりします。ただこれはね、私個人の見解としてはそんな気にする必要はないと思ってます。少なくとも健康を害するっていうことはないんじゃないかなっていう風に思います。なぜかというと、クレアチンに関する研究がたくさんある中で、もしですね健康を害するようなことがあればもっと広がってるはずなんですよ。ずっと取りすぎてると健康を害するんで、こういう取り方はやめてくださいねとかですね、注意みたいなのがもっと広がってるはずなんですけども、我々もねクレアチン販売してる中でそういう研究結果というのは見たこともないですし、そういう健康被害っていうのも、クレアチンをね発売するにあたって調べたんですけども、そういうことは意見もなかったので、特にクレアチン取り続けたからといって体内での合成がなくなってしまうとか健康を害してしまうとかいうことはないんじゃないかなと思うので、そこは安心をしてください。ただしクレアチンを大量に摂取すると人によってはですねお腹が緩くなる可能性があるので、それが健康に対する害といえば害かもしれないですけども、その程度のものなので、クレアチンを摂り続けて健康に害があるというは考えにくいので気にしなくていいと思います。基本的にはですねトレーニングしてる方、スポーツしてる方っていうのは、毎日クレアチンをずっと飲み続けていただいて問題ないんですけども、クレアチンが効果を体感しやすい時期とそれほど効果を体感できない時期っていうのがあるんですよね。私個人の感覚ですけどね、特にですね減量中はクレアチンの効果を体感しやすい、で逆にしっかりエネルギーが取れている増量中は減量中ほどクレアチンの効果ってなかなか体感できないんですよね。なぜかというと、クレアチンっていうのは筋肉のエネルギーになる原材料なので、それを補充することでパフォーマンスを上げようという趣旨のサプリメントなんですね。なのでそもそもエネルギーが体に十分ある時っていうのはクレアチンの必要とされる場面っていうのも必然的に少なくなってくるんですよ。その一方で減量中っていうのはエネルギーをね削っていくわけなので
で、どうしてもエネルギー不足になりやすい。その中でトレーニング中にもエネルギーが足りなくて力が発揮できないという場面が増えてくるので、そういう時のためにエネルギーになるクレアチンをしっかり補給しておくということで効果を体感しやすくなるので、コストパフォーマンスを求めるのであれば、しっかりエネルギーが取れている増量中はクレアチンの摂取を一旦止めてみて、それでパフォーマンスが下がらないのかどうかっていうのを見ていただくというのもいい方法だと思います。実際に私はですね、減量中はクレアチンを取るようにしているんですけども、増量中はクレアチンの摂取を止めるようにしています。やはり増量中はですね、かなりエネルギーをたくさん取れるので、その状態ではですね、クレアチン取っても取らなくても私個人的にはそれほど体感は変わらないなというふうに感じているので、増量中はクレアチンの摂取を止めています。で、逆に減量が進むにつれて、やっぱりそのクレアチンの力っていうのを体感する場面がどん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 増えてきます。大会前なんかはね、特にクレアチン飲んでる時と飲んでない時とで最後1レップ上がるかどうかっていうところの粘りっていうので、だいぶ体感が変わってくるので、減量中はですね、クレアチンをしっかりとってパフォーマンスを上げるようにしています。クレアチンを吸収した方がいいかどうかと言われると、まあ特に止める必要もないんですけども、コストパフォーマンスを求めるのであれば、増量中はクレアチンの摂取を止めていただいて、減量中にクレアチンを取るというような取り方もおすすめではありますので、ぜひ参考にしてください。それではですね、今回はクレアチンの摂取についてご説明をさせていただきました。毎日取り続けたからといってで健康に害が出るようなことは考えづらいので安心をしてくださいということと、コストパフォーマンスを考えるのであれば、増量中はクレアチンの摂取を控えていただいて、減量中に摂取をするという取り方もおすすめではないでしょうかというお話をさせていただきました。この他にも何か聞きたいことがあれば気軽にですね、コメントよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。